ヤッホーとまるです。今更なんですけど、いつも撮影してる場所が実はあの電気のねちょうど影になってる部分で撮影してて、改めてね他のこの YouTuber さんとかの動画と見比べた時に画面暗くねって思って、そうちょっとね場所を変えてみました。はい、でいつもはね床に座って動画撮ってるんですけど、今回からちょっとね椅子に座って撮影をねしていこうかなって思います。まあ、ちょっとね多少画面明るくなってね見やすくなってたらいいかなって思うんですが、どうでしょうか。はい、ってことで早速ね本日の動画撮っていきたいと思います。はい、で何の動画を撮っていくかというとね、とあるゲームのね一番くじを引いてきたんですが、実はねこの一番くじを引いた時点で私はねそのゲームのね知識が全くなくて、そうじゃあなんで引いたのかって思うと思うんですけど、イラストがねエロかっこかわいいからそう思わず引いちゃった一番くじなんですが、2023年の5月26日金曜日から発売になった勝利の女神ニケっていうね一番くじなんですが、1回ね680円でまずラインナップの紹介からしていきたいと思います。軽賞バトルアクリルスタンド、前賞色紙コレクション3、愛賞色紙コレクション2、 H 賞色紙コレクション1、 G 賞マリアンビッグアクリルスタンド、 F 賞ボリュームビッグアクリルスタンド、 E 賞ヘルムビッグアクリルスタンド、 D 賞プリバティビッグアクリルスタンド、 C 賞ディーゼルビッグアクリルスタンド、 B 賞ギロチンビッグアクリルスタンド、 A 賞アリスビッグアクリルスタンドで、ラスト1賞が両面アクリルスタンドラピで、ダブルチャンスがラピの両面アクリルスタンドっていう感じです。はい、っていうことでね、めちゃめちゃイラスト可愛くないですか。とて私ね前も話したと思うんですけど、銃と美少女っていう組み合わせが大好きなんですよ。でしかもね今回 A 賞のねアリスちゃんの見た目がめちゃめちゃ好みすぎて、そうこれ絶対引きたいって思って楽しみにしていた一番くじではあるんですけど、引いてからゲーム始めたんで今はね少しは知ってるんですけど、引く時はねミリ知らレベルで全然知らなかったんで、見た目重視でちょっとお目当てをね選んだんですが、今回の泊まるのお目当てはまずは A 賞のねビッグアクリルスタンドのアリスちゃん、これさもう色合いも見た目もツインってもう好みドンピシャすぎてもう絶対欲しいっていうレベルなんですけど、で次がこの B 賞のねギロチンちゃんっていう子なんですけど、この子もなんかちょっとロリ感があってもうめちゃめちゃ好みで、そうこれも欲しいなっていう感じで、であと D 賞のプリバティちゃん、ちょっとね見くみがあって髪型とか気になるんでちょっと欲しいなって思ってるのと、あと E 賞のねヘルムちゃんっていうのも結構好きな見た目してるんでこれもちょっと気になってて、あとはもう HIJ 賞の色紙もうイラストめちゃめちゃ綺麗だから欲しいのねちょくちょくあるんですよ。そうでくじの一番下の下位賞の K 賞がなんとアクリルスタンドっていうことで、ちっちゃいアクリルスタンドがね全14種類あって、これもねめちゃめちゃ欲しいアクリルスタンドがいろいろあるんですよ。最初は正直7回ぐらい引けばいいかなと思ってたんですけど、そもそもね開催店舗が少なすぎて発売時間がね10時からとかである程度統一はされてたっぽいんですけど、10時15分ぐらいにね予定のお店に買いに行ったら売り切れてて、マジかって思って15分で15分で完売ってさやばいじゃん。で今回開催店舗も少ないからさ、これもしかして買えないかもしれないって思ったんだけど、そこから徒歩8分ぐらいの場所に行ってみたらなんとか売ってたんですけど、お店入った時点で CEF がなくなってたんですよ。そうでもお目当ての ABD とかいろいろねあったんで、ここで引こうと思って引いてきました。めちゃめちゃね回数は悩んだんですが、まあとりあえずね引いてきた様子からご覧いただこうかなって思います。それではご覧ください。どうぞ。すいません、はい、あのくじ1回です。はい、10回引きます。はい、
て大丈夫です。あ、はい、どうぞ。ということでね、なんとアクリルスタンドを3つ当てるっていうね、紙引きですよ、紙引き。で、A 賞のアリスちゃんのアクリルスタンドお目当てだったから、そう、めちゃめちゃね、もうちょっと引こうかなとかも、すっごい悩んだんですけど、残りがそこそこまである状態で、A 賞1個しかもう上位賞残ってないっていうのもあって、撤退して、G 賞のマリアンちゃんと、なんと、チャラーン、はい、A 賞のアリスちゃんをね、交換していただきまして、欲しいなって思ってたアクリルスタンド、ほぼゲットしました。はい。じゃらーん、
そうで、あとゲームを始めたらラストワンのねラピちゃんのアクスタも欲しくなったんで、ちょっとこちらをポチったので、後でこちらもねじっくり見せていきたいんですが、まあ、アクスタは後でにして色紙からね見せていこうかなって思うんですけど、 ABCDEFGHIJ J から見せていくね。はい、まずこちらの、はい、なんかセクシーなねやつをもらってきました。はい、あとこれですね、なんか眠ってるやつなんだけど、眠ってるのかなんかよくわかんないんだけど、はい、これもなんかイラストがさすごい綺麗でもらってきちゃいました。こちらね、はい、で最後これはねなんかもう可愛すぎて、これ普通になんか部屋に飾りたいなって思って、いいイラストだよね、ほら。ってことでね、J 賞はこの3つをもらってきました。はい、結構満足度は高いよ、欲しかったやつゲットできたんで。はい、で次がね H 賞なんですけど、はい、まずこのラピちゃんですね。うん、いいよね、かわいい。はい、ラピちゃん。で、アニスちゃんですね。いいよね、銃持ってて。めっちゃかっこよくないこの色紙。そう。で、最後が、ネオンちゃんですね。はい、こんな感じ。一番くじのさ、公式サイトのイラスト一覧で見たときにね、これが私一番欲しくて、メガネっ子ですごいかわいいよね、これ。はい、でなんか私ゲームやってね気づいたんですけど、このもらってきた3人がほんともうゲーム序盤から出てきてくれる子たちだったから、やっぱねキャラを知るとねこの色紙にね思い入れがさらにね強くなっていいですよね。うん、はい、ってことでこの3枚をもらってきました。はい、で最後相性がねこのなんかちょっとド S っぽいやつをもらってきました。はい、顔がね好みだったんでこの子にしました。で、相性ね、1枚しか当たんなかったんで、これだけもらってきたっていう感じです。イラストが綺麗だからね、ほんと色紙もね、すごい嬉しかったです。K賞をね、見ていきたいなって思うんですけど、はい、まずこちらですね。はい、こちらの子と、こちらの子と、こちらの子と、そう、この子の見た目めっちゃ好きなんだよね。かわいい。うん。この子でしょ。で最後がこちらですね。そう、このねギャルっぽい子もね見た目が好きですね、かわいい。はい、こんな感じです。このね5つもらってきました。はい、この辺ねほんと欲しいなって思ってた5個なんで、選べる解消ってめちゃめちゃいいよね。うん、じゃあ次アクリルスタンド大きいやつ見せていきたいんですけど、はい、地引きしたねギロチンちゃんですね。はい、こちらかわいくない、見てこれ、かわいいよね。こんな感じでしょ。プリバティちゃん。はい。みくみがあるプリバティちゃんですね。かわいい。はい。こんな感じ。うん。で、交換してもらったアリスちゃんですね。見て、超かわいくない？もうこれ。好みすぎて嬉しいんですけど。はい。こんな感じで。で、最後、ラピちゃんですね。ラストワン賞。はい。買ったやつ、これは。両面印刷だからね、後ろにするとね、後ろ姿が見れるってやつで、ちょっとセクシーなんだけど、うん、可愛いですよね。はい、っていうことでね、今回ゲットしたねこの大きいアクリルスタンドとちっちゃいアクリルスタンドをね、キュリオケースの池ゾーンを作ってね飾っていきたいなって思います。多分今後ねフィギュアも続々とね出そうなんで、ちょっと池ゾーンどんどん潤していきたいなって思います。今なんかファミリーマートでねポッキーとかを2つ買ったりすると2件のクリアファイルがもらえるっていうので、そう、こちらのアリスちゃんをねちょっともらってきました。はい、くじ引いたついでにね売ってたんでもらってきたんですけど、ゲームを始めたらなんか思った以上に世界観だったりゲーム性だったりが結構ね私が好きなタイプのゲームだったんで、そう、ちょっとハマっちゃいまして、そう、まあハマっちゃったって言ってもなんか私のねあの古いスマホだとすっごいカクカクするから、まずねスマホ買い替えないとなっていう問題にねぶち当たっているんですが、ちょっとねハマったんで、はい、残りの子たちも近所のねファミマでもらっていきました。はい、こんな感じ。ディーゼルちゃん、ネオンちゃん、かわいいよね。ポリちゃんって子ですね、かわいいロリっぽくて。アニスちゃんですね。はい、こんな感じ。はい、ラピちゃんって感じでコンプいたしました。じゃあ、ま
まあ、正直ね、最近こういうコンビニとかでもらうクリアファイルとかあんま集めてなかったんですけど、そうでも今回ちょっとイラストがねあまりにも可愛かったから全部もらってきて、そうでなんかまた第2弾もねあって、なんか私服バージョンっぽいやつがまた出るらしいんで、その時はねまた集めたいなっていう感じです。はい、っていうことでね、ミリシラでねイラスト可愛いってだけで引きに行ったミケのね一番くじだったんですが、結果的にねかなり私の好みの世界観とイラストっていうかキャラだったりしたんで、開催店舗が少なかったからね無事引けたのが本当嬉しかったです。はい、で6月かなにオンライン販売があるらしいんで、ちょっともしねイラスト私も好みとかね気になるって人がいたら、ぜひねオンラインで参戦してみてはいかがでしょうか。はい、もうアリスちゃん超可愛くない？そう、まあゲーム始めたばっかりのね度がつく初心者なんですけど、これからねスケールフィギュアとかもね続々出てくるだろうっていうことを考えるとね、もう楽しみがね本当増えたなって思って、そう人生のもうこれからの展開にすごいね期待が膨らんでおります。早い段階でこのアリスちゃんとかのねフィギュアが出てくれたらいいなって思いながらね、ミケのゲームをね楽しんでいきたいなって思います。ガチャしたらね、はい、こんな感じでねギロチンちゃんが当たりましたねはい、ということでニケのね一番くじいい引きだったよっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょうバイバーイはい、ということでどうかな、このアングル、アングル、うん、アングルどうですか。なんか前の床にね座りながら撮ってる時よりね見やすくなってたらいいなって思うんですが、感想などをねコメント欄にいただけると嬉しいです。はい、はい、で今ねコメントへの返信をね 100% やってるんでもしよかったらねなんかコメントいただけたらね必ずお返事するので、はい、皆さんコメントしてください。